あいなこう、エドワです。はいと、で今日ですね、僕ワクチンを打ってきたんですよ。ファイザーですね、2回目ですね。これでね、まぁ、ちょっと打って今2、3時間ぐらい経ったのかな。これでね、ちょっとまぁ反応を見ちょるんですね。やっぱこれ1回目よりもね、2回目の方がなんかほら、いろいろとね、サイドエフェクトとか出てくるって言いますからね。それでまぁ様子をね、見ちょるんですね。で、今んところね、まだそんなに何にもないですね。そんなにというか何にもないですね、今んとこは。多分ね、1回目の時は、ここが結構ね、痛くなったんですよ。次の日とか、その次の日とか。2回目も明日ぐらいにここ痛くなるんちゃうかなっち、思っちゃるよ。皆さん、フィリピンしてますか？ちゅうことでね、まぁ、ちょっと様子を見ちょるんですね。で、まぁ、まだね、夕方ぐらいですから、夜になったらまたちょっとね、なんかあるかもしれないですね。じゃあ、とりあえず様子を見ます。はい、ポンと。ほいでね、夜になりました。ちゅうことで、ワクチンを打ってから、何時間ぐらい経ったんですか？ 7 時間？7時間、8時間ぐらいですかね、ワクチン打ってからね。経ちましたけど、とりあえずね、なんともないですね、今のところね。で、ちょっとね、打ったところ、ここが痛くなってきましたね。これはね、まあやっぱりなって感じですね。多分これ明日、明後日ぐらいもね、痛いと思うんですよね。まあこれはね、一発目の時もそうでしたからね。ほいでね、一発目の時は、打った日の夜に、ちょっとね、熱があったんですけどね、37度ちょっとぐらいですかね。今回はね、2発目はね、ちょっとないですね、それがね。まあよかったですね、なんかね、ほら、噂によるとね、1発目より2発目の方がね、やべえっちゅうね、噂を聞いちょりましたからね。思ったよりもね、なんともないと。そういう寸法ですね。まあ、ちゅうことでね、今日はもう寝ようと思うちょります。ほな。ポンと。今外さ、デージ雨が降ってきたさ。はい、ということでね、今ね、タクシーの中なんですよ。で、昨日ね、ワクチン、ファイザー打ちましてね、2発目ね。で、1日経ったんですけど、まあ今のところね、特にないですね、なんかサイドエフェクトみたいなのがね。まあ、とりあえず、ここ打ったんですけどね、左肩。で、ここはね、やっぱちょっと痛いですね。まあこれは一発目の時もね、そうでしたけどね。やっぱりこれは来るもんなんですね。で、まあとりあえずね、今のところはそのなんていうんですかね、なんかこう体になんか異変とかそんなんはね、出てきちょらんとですね、まあこれがね、このまま続けばええなーち思うちょりますけどね。まあどうなるんでしょうね。一応ね、一発目よりね、ほら二発目の方がなんかちょっとね、いろいろ出ますよみたいなね、噂はね、金がね、聞いちょるんですけどね、今のところ大丈夫ですね。ほな、また後で。ポンと。ほいでね、さっきのタクシーの中から、まあ、2時間、3時間ぐらい経ちまして、まあ、お昼ご飯をね、食べたんですね。まあ、とりあえず、まあ、なんともないんですけど、ちょっとね、この辺が、痒いかな、みたいな感じがありますね。まあ、ワクチン打ったのが、まあ、この左肩なんで、この下ぐらいですね。この辺がね、ちょっと痒くって、右側もね、ちょっとだけ痒い感じがありますね。まあ、でも、どっちかというと左側の方が痒いかな。これも、もしかしてサイドエフェクトですかね。うん、まあとりあえずね、様子を見ますよと。ポンと。ほいでね、ワクチンを打ちまして3日目です。3日目の今、12時ぐらいですね、お昼のね。2日目ぐらいにここら辺かな、まあここに打ちましたでしょ、ワクチンを。で、まあ、ちょっとまだ痛いんですけど、でここら辺がね、ちょっと痒かったんですよ。でこの辺とかね、昨日はね。で、この痒みがなくなりましたね。ちょっとだけまだあるんですけどね。ほぼないですね、もう。ほいでもね、足のね、この、裏ももっていうんですかね。その辺がね、痒くなってきましたね。足のね、これを足やとしたら、こっち側ね、この辺。この辺がね、ちょっと、両方ともね、痒いですね。こうブツブツみたいなのができておる感じですね。これも俗に言うサイドエフェクトですかね。いやー、えらこっちゃですね。
でもなんかね、こう汗もみたいなのができておる感じですかね。ブツブツの感じのね、それが貝ですね。これちょっとね、続きそうな感じの感じですね。ブツブツの感じからってね、多分1週間ぐらい続くんですかね。なんかそんな感じっぽいですね。うん、それ以外は特にないですね。なんか熱もないですし、うん、なんか吐き気がするとかそんなもないですしね。でもやっぱりね、あれですね、食欲ね、食欲が結構湧いてきましてね、僕ね、ほぼ毎日ね、ミスタードーナツを2つ3つぐらい食べちょりますからね。なんかこう甘いもんが欲しくなるんですね。でフィリピンにもね、ミスタードーナツは行さんありますよってにね。まあ、ただね、そんな、まあ、大した副作用みたいなのはないですね。まあ、これぐらいですね。ポンと。ほいでね、4日目ですね、今日がね。4日目になりまして、まだね、ちょっとこの、桃の裏ですか？これが足跡すると、この辺ね。この辺が、ま、ちょっとまだ痒いですね。で、左と右やったら、こう、右側の方がね、ちょっと、痒みがね、多めですね。今日も雨ですね、外は。最近はね、毎日雨ばっかりですね。ほな。ポンと。ほいでね、ワクチンを打ちまして、これでね、1週間が経ちましたね。ほいで、ちょっとね、2日前ぐらいかな、に、この、桃の裏あたりね、この辺ね、足で言うとね、この辺が痒いって言うておったでしょう。あれもね、なくなりましたね。はい。で、まぁ、ちょっとブツブツの感じはね、残っておるんですけどね。なんか汗もみたいな感じね。ほいでもね、もう、痒み自体はもうないですね。ということでね、特にもう問題はないですね。ちゅうことでね、正解は、痒いですね。正解しましたか？ちゅうことでね、これで僕もバクシネーションが完全に終わりましたね。一発目も二発目もね。ほいでね、一発目と二発目とはやっぱり違いましたね。一発目はね、初日にね、ここが痛くなりだしたのと、それで、まあ、ちょっとね、微熱が出ましたね。まあ、そんだけでしたね。で、この肩の痛みっていうのも、まあ、2、3日ぐらいですかね。うん。で、2発目は、同じくやっぱり肩が痛くなるんですよ。熱はなかったですね。これでもね、その代わりに、痒みが出ましたね、僕はね。まずこの腕の、この辺ね。で、その数日後に、足の、この辺ね。そんな感じですね。まあこれでね、海外でバクシネーションやろうち思うちょる人は参考にしてね。まあこれでね、あと1週間ぐらい経ったら僕もアンタイボディが出来上がるちゅう寸法ですね。チャンネル登録、グッドボタンお頼もうします。それではお時間でございます。